私たちは仮想現実に住む NPC である？ようこそ、ナビゲーターのルカです。私たちは何者なのか、この問いに対し一つの回答があります。それは、私たちの正体は仮想世界に生きる NPC、 すなわちゲームの中の人間であるということ。私たちが仮想世界に生きている確率はどのくらいなのでしょうか。今回はその確率について、推理や推測ではなく数学を用いて検証してみましょう。中学生でもわかる数学なので、数学が不得意な方でも大丈夫です。ぜひ最後までお楽しみください。この世界が現実である確率。イーロン・マスク氏はとあるインタビューで、この世界が現実である確率は10億分の1だと発言しました。マスク氏はその根拠として、オックスフォード大学の哲学者ニック・ボストロム氏が導き出した数式を出しています。ボストロム氏は論文の中でこんな仮説を提唱しました。理論上、コンピューターを使って私たちの生きている世界を丸ごとシミュレートできるなら、私たちはほぼ間違いなくコンピューターのシミュレーションによる仮想世界に生きているということになる。耳を疑うような仮説ですね。シミュレーション仮説の是非については、数学者や理論物理学者の中でも意見が分かれています。天体物理学者のニール・ドグラス・タイソン氏は、その可能性は 50-50 であり得ると述べています。ボストロム氏は厳密な数学的手法を用いてこの仮説を数学的に検証。そのために、私たちがコンピューターのシミュレーションによる仮想世界に生きている確率を計算しました。その結果、得られた数字は限りなく1に近い数字だったのです。つまり、私たちは仮想世界に生きる NPC である可能性が高いということ。ボストロム氏は一体どのような過程をたどってこの結論に至ったのでしょうか。ボストロム氏はそれを表す数式を導き出していますが、数式は一見するととても難解です。それでも簡単に言うと次のような理論になります。私たちもその過程を追ってみましょう。数学的な推論を行うためには公理が必要です。公理とは、議論の前提として置かれる過程のこと。簡単な例として、まずは身近な日常生活で考えてみましょう。何かお買い物をしたり、レストランで食事をしたりするとき、お金を払えば商品やサービスを受け取ることができますね。これは社会生活を営む中で取引をする際の基本的な前提として当たり前のように認識されています。これをもっと難しい例で考えてみると、幾何学の公理では、2本の平行線は永遠に交わることはないと言います。この公理はあくまでも仮定であり、これに基づいて様々な定理や性質を考えます。同じように、ボストロムのシミュレーション仮説に関する推論にも前提または公理が必要です。その前提または公理とは、理論上コンピューターは私たちが住んでいる世界と同じ規模と複雑さを持つ仮想世界をシミュレーションすることができるというもの。私たちが住む世界の複雑な物理法則をシミュレーションすることは難しいことです。ですが、それが実現される可能性もなくはありません。シミュレーションできないという根拠はないのですから。意識のシミュレーション。本当の問題は、人間を含む生き物の意識をシミュレーションすること。反対派の人々は、人間を含む生き物の意識をシミュレーションすることは理論的に不可能と主張しており、ボストロム氏が唱えた公理は成立しないと言います。これに対してボストロム氏は、意識は一つの機能に過ぎず、神秘的で不可解なものではないと主張しています。意識の機能は必ずしも人間の脳のみによって働くのではありません。同じ機能を働かせるための素材としては、複数の選択肢が用意されています。例えば、時間を正確に表示する機能を実現するためには、様々な道具が開発されていますね。機械式時計、電子時計、携帯電話、コンピューターなど。時間を正確に表示するために、私たちはこれほどある選択肢の中から選ぶことができます。そして、いずれを選んでも
これらは時間を表示する機能を私たちに提供してくれます。同じくシリコンベースを素材とするコンピューターは、炭素ベースを素材とする人間の脳とは機能が異なりますが、コンピューターの演算能力さえ保たれていれば、適切なアルゴリズムを経て人間の脳と完全に同レベルの意識を実現することができます。具体的には、人間の脳には非常に多くの神経細胞があり、これらの神経細胞は互いに接続し合い、一種の神経回路網を形作っています。コンピューターは神経回路網を演算能力の範囲でシミュレーションできるのです。しかし、それだけで脳の働きを再現することはできません。人間の脳の神経回路網は非常に複雑です。脳内にある神経細胞は1000億個近くもの数があります。一方で、現在のコンピューターはおよそ1秒間に1億から1兆回の演算ができるレベルです。人間の脳内にある各神経細胞のシナプスと軸索の数のつながりを正確にシミュレーションする場合、1秒間に10の14乗から17乗回の演算能力が求められます。現在のコンピューターの演算能力では遠く及ばないレベルですね。一方、ムーアの法則という法則があります。これは半導体の技術が進化するにつれて、コンピューターの演算能力が約2年ごとに倍増するという法則です。今後もこの法則に従って技術が発展するならば、100年後か1000年後には人類は圧倒的な演算能力を持つスーパーコンピューターを開発しているかもしれません。その時、コンピューターがシミュレーションする NPC は脳の働きと同じくらいの現象を再現しているでしょう。それはもはや自意識を持っていることと同じこと。自意識を持つ NPC を理論的にシミュレーションできるならば、自然環境や宇宙環境のシミュレーションも簡単にできるようになるでしょう。ところが、環境をシミュレーションすることは人間の脳をシミュレーションするより難しいという声もあります。特に電子の動きのようなミクロな環境をシミュレーションする場合、何度も何度も計算しなければなりません。しかし、ボストロム氏はこれを重く捉えていません。結局、すべては演算能力の問題であり、強力な演算能力を持っていれば、理論的には私たちが生きている世界そのものをシミュレーションできるから。ボストロム氏は人間の世界をシミュレーションすることができるほどのレベルまで演算能力を発達させた人類の文明をポストヒューマン文明と名付けました。仮想世界の数学的検証。それでは、これからいよいよ数学的計算を見ていきましょう。私たち一人一人がコンピューターによってシミュレーションされた世界に住む確率、または私たちが NPC である確率はどれくらいなのでしょうか。この確率は SIM で表されます。 FSIM が表しているのは、すべての自己意識を持つ観察者のうち、コンピューターのシミュレーションによる仮想世界に住む NPC である人の割合。私たちが何者であるかの真実は、現実世界に生きている人間である、または仮想世界に住む NPC であるかのどちらかです。そのため、 FSIM を導き出すための計算式は、 NPC 人口数を NPC 人口数プラス本当の人間の人口数で割ったものとなります。この割り算で出た結果が、私たちが NPC である確率です。ここで注意したいことが、 NPC 人口数には現在オンラインの人口数だけではなく、オフラインになった NPC の数も含まれること。同様に注意したいことは、本当の人間の人口数には生きている人間の数だけではなく、亡くなった人の数も含まれることですから、今地球に存命中の70億人に死者の数を加えると、本当の人間の人口数の合計は約1000億人にも上ります。それでは、この膨大な数を計算してみましょう。 NPC 人口数は、人類文明がポストヒューマン文明まで生き延びる確率 FP、 ポストヒューマン文明が生み出した仮想現実の数 N、 各仮想現実に生きている人口H を掛け合わせた数です。それぞれの文字式をより詳しく説明しましょう。 FP は全ての文明のうち、ポストヒューマン文明の段階まで生き残った文明の割合、仮想の文明をシミュレーションできるレベルまで、
人類の技術が発展できない可能性もあれば、その前に文明が滅びてしまうかもしれない未来が想定されています。N は文明がポストヒューマン文明の段階に至った後、その文明が仮想現実を平均していくつ作るかを示す値。なぜ平均値なのでしょうか。それはポストヒューマン文明のパターンが一つだとは限らないから。ポストヒューマン文明がコンピューターを使って仮想現実の文明をシミュレーションした後、仮想現実にある文明がポストヒューマン文明の段階に達すると、彼らもまたその世界の中で仮想現実を作るかもしれません。その文明が仮想現実を一旦作ると、その仮想現実もまた彼らの世界にとっての仮想現実を作ります。これが繰り返され、仮想現実が仮想に向けて次々と作られていきます。このように仮想現実の数がどんどん増えていくと、ピラミッド構造が無限に巨大化していきます。そしてこの展開は重大な問題を引き起こすかもしれません。仮想の仮想現実が増加するにつれて、最上層のコンピュータ、つまり最上階にあるコンピュータがクラッシュするリスクをはらんでいるからです。オックスフォード大学の理論物理学者たちによる研究チームは、シミュレーション仮説を否定する研究結果を出しました。研究では、重力異常と計算の複雑性から、我々が暮らす現実世界は単なるシミュレーションではない、と結論付けられています。ここでは、粒子の数に比例してシミュレーションが複雑になる場合、シミュレーションに必要なコンピューターパワーが際限なく増える、ことが重要な要素になっています。ボストロム氏はこのような危険視にも反論しています。もしコンピューターがダウンしてしまったとしても、現実世界には予備のコンピューターが数々用意されているからです。それらのコンピューターによる仮想現実も無数にあるため、数学的な影響は皆無だと言います。続いては、分母に加えられている本当の人間の人口 H。これは各仮想現実に住んでいる人口を表しています。ただ厳密に言えば、現実世界に生きている人口です。しかし、分子にある NPC の人口を出す計算式にも同じ H がかけられています。あれ?と思った方もいるかもしれません。これでは、計算式として破綻しているようにも見えますね。なぜ NPC 人口の算出に H が必要なのでしょうか。それは、ポストヒューマン文明が自分たちの文明をシミュレーションした仮想世界を開発するならば、自分たちの文明に生きている人口を算出すると考えられるから。これらの要素を取り入れた計算式を改めて見てみましょう。単純な理論で作られていることが分かったのではないでしょうか。では、私たちが仮想現実にいる NPC である確率はどのくらいでしょう。実際に計算してみましょう。数学が苦手な方でも安心してくださいね。数は膨大ですが、中学校で習った数学で解くことができます。まずは、H を約分しましょう。こうすると、式はより簡単になります。やった!計算を続けよう。でも、ちょっと待って。ここで少々面倒ですが、仮想現実を開発する意欲の有無を確認しなければなりません。ある文明が、ポストヒューマン文明で、仮想現実をシミュレーションする能力を持つまでに発展しても、彼らに世界をシミュレーションする意欲はないかもしれません。ポストヒューマン文明は、自意識のある NPC が存在する仮想世界を開発することを、法的、倫理的な理由から、禁じているかもしれません。そのため、ポストヒューマン文明の中でも、仮想世界の開発に意欲がある文明の割合を示す N1 を設定します。この要素を式に取り込むと、式がまた変わります。仮想現実を作るポストヒューマン文明が一つでもあれば、N1 の値は膨大化すると、ボストロム氏は言います。私たちの文明を見れば、その理由は明らかです。私たちには、コンピューターゲームを作る能力も意欲もあり、社会にはそれを禁ずる法律がありません。このような状況でゲームがたった一つしかないということはありえませんよね。たとえその文明が仮想世界を一つしか作っていないとしても、仮想現実は仮想に向けて増え続けます。その結果、仮想現実がほぼ無数に生まれるのです。
そのため N1 の数字は自然と大きな数になるというわけです。さて、これでようやく式の結果を出せるまでになりました。 N1 の値は非常に大きいので、分母に加えられた1はあまり機能せず、分母と分子の値はほぼ等しくなります。つまり Fsim はほぼ1に等しい 99.99999% という結果になります。これで私たちが仮想世界に住む NPC である確率は 99.99999% であるという結論になりました。それでは、この計算結果が示すように、私たちは本当に血肉の通わない NPC なのでしょうか。私たちは本当に NPC なのか。ボストロム氏の主張が正しければ、最上層の現実世界が存在するはず。私たちこそがその最上層に位置しており、現実の人間である可能性はあります。ですが、無数にある世界の中で私たちの世界が唯一の現実世界であるとは言い切れません。冒頭でお話しした通り、イーロン・マスク氏はこの世界が現実である確率は10億分の1だと言いましたが、それどころではないかもしれません。ただし、式をよく見てみると別の可能性も考えられます。それは FP が限りなくゼロに近い場合、もしくは FI が限りなくゼロに近い場合、この2つのパターンを考えてみると、分母に加えられた1が機能し、式の結果もゼロに近い値が出ます。こうなると、私たちが仮想世界に住む NPC である確率はゼロに近くなります。では FP が限りなくゼロに近い場合、もしくは FI が限りなくゼロに近い場合、それぞれは何を意味しているでしょうか。まず FP が限りなくゼロに近い場合、それはほぼ全ての文明がポストヒューマン文明に発展するまでに絶滅したということ。次に FI が限りなくゼロに近い場合、それは文明はポストヒューマン文明にまで発展できたのに、ほぼ全ての文明が仮想現実の創造に消極的であるということ。もしこれらの条件が望めなければ、私たちは NPC であるということです。人類が仮想現実を作れるレベルにまで技術力を向上させ、同時に仮想現実を作る意欲もある場合、私たちは仮想現実に生きる NPC であるということになります。このような未来を想像してみましょう。人類のコンピューターの演算レベルは飛躍的に進歩し、ゲーム会社は現実世界のシミュレーションゲームを開発しました。それは非常にリアルなゲームで、ゲーム内のすべての NPC は自己意識を持ち、現実世界の人間と区別がつきません。人々はみんな科学技術の発展を称賛し、ゲームをダウンロードして未知の体験を楽しみます。しかし、しばらくすると人々は気がつきます。これは未知の体験ではなく、誇張の夢であることに。ポストヒューマン文明に発展できるまで、どれほどの年月がかかるかはわかりません。しかし、私たちは今まさに仮想現実を作り始めています。私たちは気づかないうちに仮想現実の住人に近づいているのかもしれません。